若宮は日本海軍の水上規模艦。日本海軍初の水上規模艦であり、第一次世界大戦において日本初の航空作戦を実施している。韓米は一国若宮島から取る。若宮はジンタオの戦いで世界初の海上空襲を行った。これは第一次世界大戦の最初の数ヶ月だった。元英家持戦で新ントン。 1905年1月、日露戦争時において、香港からウラジオストクに向かっている途中の津島海峡で露客され、没収2月14日に沖ノ島丸と命名された。同年9月1日、若宮丸と正式命名、日本海軍の輸送船として活動した。1913年に臨時に推定機3機を搭載して演習に参加。 翌年水上規模艦への改装工事を受けた。全部戦争に航空機格納所や、玉火薬庫、後部戦争に、兵員室を設け、甲板上に、キャンパス製の天蓋をつけた簡単な改装だった。航空機は、前後甲板上に、各1機、格納所には分解して2機の、計4機を搭載でき、航空機の発進は海上に下ろす形だった。日英同盟を締結していた。 当時、第一次世界大戦勃発と共に日本はドイツに、戦線、本館も沈太を攻略戦に参加し、日本で初めて航空作戦を実施した。その後も1925年まで艦隊にあり、航空戦力として演習等に参加した。1920年、仮設の滑走台を設け陸上機の発艦実験をしている。1915年に軍艦に編入。 若宮と改名。1920年4月1日には類別変更され、新設された航空母艦に日本で初めて席を置いた。が、もちろん実質は水上規母艦であった。1925年まで艦隊へ配属、その後は佐世保陳フ警備艦。1931年4月1日に除籍され、後に売却解体された。海軍制度遠隔に、 記載の定員の変遷は以下の通り。また、軍国非海軍少年法の要目等一覧表での上院数は1920年3月で124名、1923年3月で114名となっている。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。階級は就任時のもの。 航空母艦席には入らなかったが若宮と同様の改装受け艦隊演習も同様に参加した。詳細は高崎を参照のこと。ありがとうございます。